山口百恵の涙があふれて、篠山紀信が語った秘密、こんなお話をさせていただきます。2021年2月に創刊99周年を迎える週刊朝日新年号の表紙撮影は、23年ぶりにカムバックした巨匠篠山紀信さん。篠山さんが撮影した72拍子を厳選し、10ページにわたってグラビアで昇放するその表紙を飾るのは、41年前に本誌の元祖女子大生モデルとしてブレイクした宮崎美子さんだ。篠山紀信さんが週刊朝日の表紙を取り始めたのは1978年、以後山口百恵さん、美空ひばりさん、夏目雅子さん、吉永小百合さん、大原麗子さん、安室奈美恵さん、木村拓哉さん、20年もの長きにわたって時代を映すスターたちを撮り続けた。膨大な過去の作品群を見ながら、篠山さんがその秘話を語った。皆さんね、本当のプロとしての役者の顔をしていないんです。ちょっとずれている。ここに出てくるくらいの人たちは毎週のように撮影があるでしょう。彼女たちにとってそれは戦いだから、必ずカメラに向かって挑むような強い表情をするんです。それもいいんだけど、ずっと見せる自然な表情がいいんですよ。思いがけない姿を見せてくれたのが、78年5月12日号に掲載された山口百恵だ。73年にデビューし、翌年のひと夏の経験が大ヒット。同年には映画伊豆の踊り子とドラマ赤い迷路にも出演。百恵さんは歌手として女優として一気に頂点に駆け上がっていった。篠山紀信さんが撮影時を回想する。百恵さんが当時やっていたお芝居に悲しい場面があったんです。それをもう一回思い出してとお願いしました。そう頼んで、あとはただ静かに待っていたという。3分ほど経った頃、彼女の感情がこみ上げてきて涙が溢れてきたんです。撮影が行われた78年といえば、百恵さんは紅白歌合戦で紅組史上最年少のトリとしてプレイバックパート2を歌った。人気の絶頂期に捉えた奇跡のショットである。表紙に出てくる人物はいずれもその時代の花。すでに強いイメージが読者に植え付けられている。それだけに難しかったし、取り甲斐もあったと篠山紀信さんは語った。吉永小百合というと、皆自分の中に決まった像があるんですよね。それを完全に壊してしまってはダメだけど、そのイメージ通りに撮ると、なんだ、いつもの吉永小百合じゃないかっていうことになる。写真家としてそれはしたくないわけですよ。吉永さんはこっちの気持ちもよくわかってくれて上手ですよ。そういうふうに演じてくれました。若手の女優を撮影する時も同じように試みた。読者にこう思ってほしかったんですよ。俺が思ってる薬師丸ひろ子はこうじゃない、でもこの薬師丸もいいじゃんと。撮影にはヘアメイキャッパーやスタイリストなど多くのスタッフが参加する。スターたちはメイク道具や衣装などが並べられ、万全の準備が整っているスタジオイコール非日常空間に入ってくるのだ。ビートたけしはこんな不自然なところで自然な表情をしろと言ってもできないと言ったとか。他のモデルもカメラの前で自然な表情を長時間続けるのは難しかった。最初に撮った一枚が掲載されたこともよくあったという。安室奈美恵さんの時はスタジオを飛び出して通りで撮ったんです。
ソフトクリームを売ってるからそれを持って歩いてみてって、ものの15分もかからないで終わりました。ブローにフィルムで2本だから20カットも撮ってないですね。各撮影したスターの形は時代を見事に物語っている。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よければチャンネル登録もお願いします。